先ほどに引き続きジェットです。まずはテルウィンドレントリー、これは設置優先のタクティクス。いやー、なるほどね。まずはスパイクを設置。ここまでは大前提です。アイシクルコンフリクト、これショート詰めに足音を聞かせることが目的だったかもしれませんね。ここは設置後スパイクを守るのがアイシクルコンフリクトです。もう形作れてますよ。ここはまずソルダムの背後をついた、一枚押さえてるが、メイが解除に入っている。いや、ハーフまではいった。しかしシルエット見えてるぞ。アステルがレモを落としてますよ。ただメイが押さえるに解除した。ここは止めた。この B サイト入り口での激しい攻防。ただハーフいってますからね、チャンスはありますよ。時間がない。アステルが解除を通せない。いやー、倒しきった。そして天が前に出る。ボーイラインを上げて、しかしその先には2人、ユーマスクがダブルキル。しかし上からソルダム。ただソルダムはこのままだと囲まれます。武器はブルドック。いや、どっちを見るかセンスが問われます。ここは挟まれるような形になってしまう。ソルダムどうする。 A サイド裏、まずはディスがリコンボルト。ここは破壊、まずは下水道。ここ壁越しにダメージを削られている。スモークラカ、まずは1人ヘッドショット。いや、粘る。ただディスが綺麗なヘッドショット見せるが、ソルダムにそれは効かない。クロダラキル。ただレムが1枚返して、これでワンオン。設置後すでにサイト中入ってきている。ここはヘッドショット2点。これは駆け引きが出てますからね。ユーマックが進む C サイトには2名待ち構えている。まずはアップドラフト捉えた。これは高い。1名落としました。しかしアステルのナノスワームで G ボックスが落ちている。さあ、ただもうこれすでにノーセプションがアタッカーのスポン側を取って大回りをしていますよね。リテイクの形を作ろうとしています。アステル、ここは位置がバレてしまいました。しかし人数まではバレていません。その横には大砲ソルダム。どうだ、パラノイア前に突っ込む。横をついた。1人、2人目、残り1名貫いた。ただディスは大回りしてます。ワンオンスリー。いや、でもちゃんと見てる。ガネチからだ。アステルが見てる。ここはアステルのカバー。これはうまい。出ましたね。ここでメイがバイパスピット切っていたんですね。ただそこに対してはレムがシーカを切って潰そうとしていますが、ここをまず止めたメイ。これは大きい。ここでメイが倒されていないことによって C 攻めるのが難しくなりましたよ。バイパースピットの画像は崩れない。そして G ボックスの進行バレてしまった。横から点。これセーブしてもいいと思えるようなラウンドですね。バイボン2、残り時間は30秒を切っています。ガレージにもネビュラが焚かれて進行がしづらいレム。その先にはシュガーゼロ。しかし前に入った。控えてくれと。うまい。ちょっとなんだ今の。フリックショット、さよなら。ゴブレーザー抜いた。ただ後ろ来てる。しかしラストはメイン。ここは死にされている。ガイリクライト入った。おっと、クリアリングして、ここ天の位置。しかしスライムのカバー、スーパースライム。しかしソルダムが待ち構える。ダブルキル。アステルもカバーに入って、残ったのは G ボックス。サイトなら位置は分かっているが前に出れない。一人ずつ勝負してない。これジャンプを狙いたい置き方してますかね。スペクターに持ち替えて、いや俺はシェリフだ。シェリフでいけるぞ。ゆっくりと前に進むが、ヘブンからのカバーも入ってきている。まずはソルダム頭を抜いた。ここでニューラルセット勝ちにいくつもりだ。切りますが、ヘブンにいるのはまあ分かりましたね。ただこの人数秒あえて戻る。ただここはメイの裏取りが間に合いました。情報取られてることが多いんですよね。ただここはファーストランドに見せたような B サイトへの動き。 G ボックス、ここはフラッシュを食らいながらも打ち抜きました。ヘッドショット、ちょっと動き変えてきましたね。刑事起動、狩りに来る敵をわざと仕留めていく。ここからのポジションはファーストラウンドと同じですね。そうですよね。ここノーセプションを気づくか。ソルダムはブレイドストームだが誰も抜いていない。まずはシュガーゼロ解除に入る。しかしユーマックが落としている、クラウドバースト。ここでソルダムが解除に入る。ハーフまでもいけない。落とした。ワンオンファイブ。天、まずは1人。しかし時間がもうありません。これは苦しいですね。ここはキープの判断。ただその設置ポジション読めているかのようなハンターツフューリー。スーパースライム HP をかなり削られてしまいました、
ただ来たぞ、早い、行っていく、早いぞ、ノーセプション、疾風のごとく、しかも切って、これは解除だ、取り返しに行く、素晴らしい攻撃で解除、ただアイスクルコンフリクト負けていない、 G ボックストリプルキル、3人落とした、しかしアステル打ち落とした、ただどうだ、これはこれ止まらないぞ、ハーフまで落として、おそのまま解除、いい判断だ、バモツあるか、ただそうですね、ファーストブラッドを取られてしまってるので、あ、ユーマック割れますね、これこうなるとユーマック逃げ場がないぞ、ソルダム振り向きながら、ソルダムは戦士が高いからすぐ振り向けますからね打ち落としましたレム、今回もシーガレージにアクションを試みます。まずはガイディングライト、いるのは分かりましたが、うん、まあでもレムはこれおとり役ですからね、なるほど、あえてラ、あ、ここはレムはラークの動き、そしてキルを取っていますね、お、これはただこれでもまだ人数差があるので、ここはアスル捉えきれなかった、この後ですよね、設置しても人数差があるのをどう見るか、アステルがまたロックダウンおそらく触ってくるので、結構前目に取りに行かないと、ロックダウン切っていきましたね、そしてリコンボルトも構えてる、点早めに裏を取るのか、ロングをキープしておくのか、どちらにするか、ここはアルティメットでロックダウンを回避、ヘブンショ、ただここはテイのメイの早い出ていく、ノーセプションのこのスピード感、やはり止まらない、ここは A サイトを狙っている形、アイシクルコンフリクト、ソルダム、ソルダム、バレていない、ラストはアステル10、パーフェクトラウンド、ノーセプションだ、でもこの後どうするってなんですよね、いやー、詰める、ソルダムがここ味方がちょっとバラバラついてるので、ただ B サイトのスパイク設置を通しました、レムが背後をつきました、ガイディングナイトを後ろへ投げて、面白い取り方をしていますね、うまいですね、ぐるっと回って味方と合流することができるか、スーパースレーン、パノロイヤ、カードについていたレム、いや、そこにいるとは思わないですよね、そして C か、残りの人数確実に割り出していきます、逆転するのか、これ3オン2いるのは分かってるんですけど、はい、ここにはスネークバイト、時間稼いだ、まずは1人を落としたが時間を稼がれている、スパイク解除間に合うか、スーパーストライム1枚落としてレムが、ここメイ落としたものの時間はない、さあ爪警戒してますが、ソルダムここで来た、あ、降りた瞬間のその下がり方、ただここは捉えきれません、スーパーストライムのカバーも入ります、これは全力疾走ですね、そのまま C サイトへ、どこにいるか分かって、うまい、1人落とした、しかしメイも負けていない、ただ C サイト中、実質的な人数有利を作っていたアイシクルコンフリクト完全に掌握、3オン2ここで突っ込んで打った、これは痛い、オートショドズ、しかしシガーズの横ついた、2オン2ネビラで姿を隠してスパイク解除、これガチ解除あるかもしれないですね、これハーフいってますよ、うわ倒し切った、そしていやラストはそのままガレージと C ロング挟み込む形でノーセプション入っていく、しかし G ボックスダブルキル、とんでもないエイムだ、しかしシュガーゼロのカバー、2オン3ヘッドショット、力押しはヘッドショット仕留めていく、ラストシュバレたぞ、これ U マックのみがバレていない、 U マック逃げ場がないわ、設置は止めた、時間が過ぎてる、武器を変えて弾を補充、しかしソロダムがレムを落としている、すれ違った、スモーク押し、ワンオンツー、いやどうだこれ、残ったなソルダム、クロスの形作った、静かに行くが、ラストはユーマック、ユーマック救いましたね、さあバレた、ただそれを終わらせに来たソルダム、ただ持ち帰ったショーティー、区内消えたぞ、しかしユーマックも1位落としています、またユーマックが要ですが後ろ取られた、いやカバー早い、しかしレムのカバーが入っています、いやただメイのリカバリーが早い、いやーこのワンウェイスモークでいけなくなりましたね、2オン3、これガイディングライト1つしかないので、このガイディングライト1個を使ってどう取り返すかですが、力押し1交換、ワンオン2残ったのはティス、1マップ目託された、
いいアビリティ返しですね。アイスクルコンフリクト、まだまだ試合は残っている。繋ぎたい。右の予想もしているが、ダブルピーク、ここはダブルピーク。ユーマックが要だった。そうですね、そこでしっかりと仕事しました。そうですね、バリアボで潰して時間稼ぎ、スローブ。これ、時間稼げてますよ。止めている。しかし、ノーセプション。中とのタイミングが割れた。止めたのなら、止められたのならば、崩してしまおう。うわ、すごい人数だ。これは地獄。残ったのは2名、アイシクルコンフリクト、G ボックス、ディス。ノーセプションは4名、4対2。早いリテイクを得意としているノーセプション、今回はアタッカースタート。自分たちがリテイクを得意にしているのであれば、相手がやってることも対応は考えられます。切り返しの速さがランチですね。ソルダムがまずは1人、これで 1v4。複数射精見たことがありません。綺麗に入っている。前は引き殺した。ただユーマックメイン落としていますよ。中を取りましたね。ただこれ裏取りが早いので、ソルダムのフリンジ、ユーマック落として、しかし G ボックスがアステル落としている。ハンドガンの強さ定評がある。挟めてはいますが、ゾーン3武器も取れてますからね。挟み込めてはいるものの、ディスが武器弱いので、ディスが索敵をしてうまくこう G ボックスにつなげることができればという形でしょうね。まずはサイトや死人はしましたが、1名のみ情報は足りない。そのままラストはシュガーゼロ。2対0、危なげなくラウンド取得となります。そうですね、メイのランイットバック。どう止めるかですね。ここはユーマック、まずはランイットバックを抑えた。しかしソルダム、いや、アイシクルコンフリクトだ。ポンツ、まだレムのバッキーも隠れているが、アステロのラク、これは A 攻め読んでましたね。 A4 人で固めてましたから、まず第一陣は崩しました。しかしノーセプションにはこのアステル10、縁の下の力持ち、サポートの2人が残っています。重なっている、精密な M。 いや、丁寧ですね。2人目、これ危ないぞ。最後の1人だ。いやー、ここでワンオンワンになってしまった。このポジション的にはどうだ。パラノイア食らっていない。うわー、アステル天が見えますからね。そうですよね。そこに人数割かなくていいですが、テン、レムを落としています。これはレム前に上がってきていたところ、大回りへ捉えられてしまいました。ね、バリアを片方側に置いているので、もう片方は冷たくなりますよね。そうですよね。ここもケアできているノーセプション、一体どこに隙があるんだ。そうですね、時間をある程度使ってしまっているので、いやー、ここでニューアルセフト、配置バレましたね。一人といったらもう突っ込むだけだ。シュガーゼロがボートハウスのディスを落として、これで5オン3。アイシクルコンフリクト、ここでどう動くかですね。あ、マーケットから全員で取り返しに行きますか。3名でマーケットに対してのアプローチ、まずはゲートを破壊するが、アッパー2名、ローワー2名のこの硬い防衛、メインの点をどう対応するか。メインのカーボール、逆に攻めに行った。1人落として一気に前に出たノーセプション。ノーセプション待ち構える形だが、シェルフ一本でこの猛攻を止められるか。レイはディフェンダーサイドに対してホットハンド、このパラノイア直撃だ。 G ボックスはシュガーゼロ落としている。サイト中、稼ぐ時間、避けたものの間髪入れないカバー。アステルが広くエリア取っている。いや、 G ボックス、ここはなんとか届いてくれてる人いますか。速さっていう言い方に変えましょうか。そうですね、メイ、ここも早い段階でファーストブラッド取得。これでラインとバックが上がったので、このラウンドはまあ得意の強引な攻め方というのも見れるかもしれませんね。間違いなくラインとバックを使った攻め方が見れると思いますし、今オペレーターの音が聞こえましたよね。はい、そうですね、ローセプション、ラインとバック、強力なアルティメットが準備完了となった今、その速さに磨きがかかります。ケアしないといけないのはオペレーターの音がどこで聞こえたか、そしてそことは逆サイトを攻めたいというところで、やはり B に行くんですけれども、はい、カーブボール、ラインとバック、やはり切ってきました。あくまで索敵を優先とした使い方です。
逃げられないぞ。ハンタースキルサイト中へ打ち込む。しかしスーパースライムソルダも落としています。ユーマックも合流しろ。速い速い、止まった。アイシクルコンフリクトもその速さに追いついてきた。3-4-2、息がちょっとレム不安だが形勢逆転。勝負するノーセプション、パラノイア、その軌道は途絶えられない。シュラウドステップ、あと30後ろ下がった、ポジションを変えたダーカバ、ここは当て、強気だ、下がりません。しかしオペレーターのレム、ワンオンツー、さあチャンス到来ですね。ブレイズで車線を切ったオペレーターだぞ。だらラストはユーバック、アイシクルコンフリクト、まずは1ラウンドの6だ、ね、ビームキープ、しかもスローで入ってる、ゆっくり入ってる。ジンボス気づいた、息がちょっと苦しいぞ。ただ気づいた時にはすでに遅い。正解は分かされた。ノーセプション、エリアを広げていました。ここで切りましたね。ハンターズフューリーを切ってきたディス、時間を稼ぐ、ワンピック取っていきたいが、スパイクの設置はすでに通っている。このコズミックディバイド強いんですよね。レム、ここでブレイドストーム前に突っ込む。ユーマックまずはワンピック、しかしラフター下の2人、1人はカットした。メイがいるのは分かっている。落とし切った、リテイク成功。アイシクルコンフリクト、これで6対2となります。そうですね、コズミック先頭はソルダムになるかな。ここから回線、正面と正面のぶつかり合い、先頭はソルダム、前線エリアを広げていく。ジャンプしながら振り向き、レムはオペレーター、取り回しがしづらい武器ですね。スモークがあるとどうしても顔出しにくいです。サイト中には入りきりました。4対4、おお、めっちゃ抜いてますね、マーケットが。いやー、壁抜きしまくってますね。さあ取り返しどうだ、全員中、いや、ソルダム残っている。レムは大きなダメージを受けてしまった。残ったな、 G ボックスはオンタイム、ラストはソルダムパーフェクト。さあこれ苦しいぞ、スーパースレム受け止めきれない。しかしユーマック、おっとお前、2人落とした。これ大きい、少し足が止まるが、これじゃ足りないんです。その速さは衰えない。リザレクションを使うタイミングが本当にない。飛び込んだ先には1名落としたが、ワンオンツラストは頭、人数差ができたので、もちろんこういう不利な状態だとノーセプションただ待つだけではないでしょう。当然動きを変えてくるはずですが、アステルのオーラドに間に合うか。これ1段階崩した。ノーセプション、シュガーゼロはヘブンした。アステル、これは間に合うか。今バレたので慌てて通路変えてますね。いや、ただ前が耐える、前強すぎる、関係ない、強すぎる。俺がいるぞ、ソルダムだ。レム、なんとか1枚を返す。よくその距離倒せたな、レムも。オペレーター、難しい対応だったが1枚返した。しかし絶望的な状況、1枚カット。ただ後々に響いてくるアステル、これは逃げれん。クラシック仕留めき、ポジション的にはこれかなりリテイク寄りな配置ですね。中に誰もいません。オーディのシュガーゼロ、ユーマックはまずは1人。いや、ソルダム飛び込んできた、刺さる。危ないところ、シュレット捉えていた。それも落とすのか。いやー、どうだ、これは苦しいぞ。ワンオンスリー、絶望だ。ラストは天のオーディン弾幕。いや、これ裏取り早いぞ。すでにシュガーゼロ回ってきている。アステルはサイト中、待ち構えるのみ。クラシック、ここもちょっと連携がどうだ。ただここはラストソルダムダブルキル、激しい人数モータウラ順番に対応しているが、レムが走り込んできた。リロードの隙間を狙いました。しかしソルダムがサイト中さばいている。なぜゴーストルその勝ってるか。そしてメイが間に合ったダブルキル。しかしワンワン、ソルダムの位置を割り出した。武器は弱いながら体力はあるぞ。ソルダムが方がないぞ。ラスト2クイック、ただメイがスタンバイ。うん、一時交換、1枚取ったがスライムのカバー。スパイクの設置を通しました。アイシクルコンフリクト 4v4。 お、当たってますね、この壁抜き。そうですね、床越しにダメージを与えている。かなり G ボックスの位置強いんですけど、ノーセプションはラフター上から4人飛び込んできたソルダム。思いを知らぬところから
飛び込んでくるのはソルダム。冷静に対応してる。ワンオンワンを持ってきて、この男に予測は通用しない。いやははは、トリプルキル。これでノーセプション、またしても既にエンジンがかかったアイシクルコンフリクトはもう落とせない。アステルが今回長、ただアステル、ここに来てアステルの壁がアイシクルコンフリクトを止める。うん、ちょっと前だ。 G ボックスレブ、そして G ボックスのリザレクション。いやもう突っ込んだ。ただソルダム、またしても、またしても G ボックスの位置はさっき見たぞ。ノーセプションは崩せないのか。しかし上を捉えた、ワンオンツー。ただワンオンツー、残り時間は1分、時間は十分にある。おっと、まぶいた。いやー、しかしソルダム、ラストはソルダム。ソルダムがかなり覚醒してますね、これ。いや、来てますね。いや、かなり緊張